おはよう日本です。ニュースをお伝えします。昨日深夜、登録者数160万人を超える大人気 YouTuber ハノーデンガンの代表作であるおっぱい関数選手権という企画が某テレビ局に模倣されるという事案が発生しました。調べによりますと、事件は視聴者のリプから発覚。テレビ局側は究極の曲線美を語り合え、おっぱい関数討論会と称してハノーデンガンに許可を取ることなく番組を放映したとのことです。防犯カメラの映像です。事件が発覚した瞬間、現場は一時騒然。ハナオデンガン一味の慌てふためく様子がわかります。なぜ事件は起こったのか、我々は専門家に話を聞いた。昨今ね、YouTube というのが台頭してきて、本当にテレビと YouTube が非常にね、コインの裏表のような、そういう関係になってるんですけども、最近はね、本当メディアとメディアの間に変なやつおるんですよ。最近ね、ほんま変なやつが企画をね、変にしてね、またそれを変なようにするんでね、ダメっすよ、本当にダメっすよ、本当に本当の変なやつおるまた、この事件に対し羽生被告は YouTube はテレビに勝ったということでよろしいでしょうかと、テレビにマウントを取り、イキり散らしているツイートを投稿。このツイートに対し視聴者は、フォロワー42万いるのに公式じゃないんだ、私のおっぱいかと思ったなどと話しています。ではここで、おっぱい関数諮問委員会衛生名誉会長のとある大学の准教授にお話を聞いてみたいと思います。どうぞ先生、お願いします。はい、あ、こんにちは。どうも、とある大学の准教授でございます。はい、この関数なんですけども、シートを使った媒介変数表示をして、横の輪郭を表示していると。この形を作るにはですね、媒介変数を使ったですね、関数でしかこういう形はできないということで、かなりの実力があるというふうに感じられます。故にですね、この番組で使われているこの画像、おっぱい関数選手権によるものであると断言できると思います。ただ僕は言いたいのはですね、やはり忘れてはならないのは名古屋大学。そう、名古屋大学のあの TO の媒介変数表示を使った動き、アニメーション、あれ素晴らしかった。そしてその関数を作った彼がこの番組に出てる。これも素晴らしいことじゃないかなと。このおっぱい関数も YouTube の枠を超えてテレビに進出したということで、私は非常に感慨深いものを感じておる次第でございます。以上でございます。いやもう全然、これはもう全然ダメ、勝つだねこれはね。ほんならもう歪んだ愛だよ、ほんだらほんなやっちゃいけないことやってるよ、ほんとに。いやダメだよ、ほんとは。パイパイは一つ分けれて、最大一つまでパクってもいいと思うんだよね。確かに。でもパイは無理数だから、今回の件は無理だっていう意見も結構あったんです。確かに、ね、それを代弁したんですよ、私。その意見も正しいね、はい、そう、それは大変した。一番難しい、よしあしが。そう、熱意は感じたね。それにそ、ね、でも今回は勝つっていう形になってしまったと。はい、というわけでね、今日も一日頑張っていきましょう。はい、というわけで、目覚ましじゃんけん、じゃんけんポン。おお、おお、一致したね。一致したね台本なしで、台本なしで一致した。はい、はい、というわけで、せーの、ジップ。というわけで、ですね、なんとテレビ史上初、はい、YouTuber の企画、ディスビッグバネットということでこちらディスビッグバネットでいいっすか。これはディスでしょ。まあほぼ同じでしたからねまあでもまあ実際まあ、まあでもなんか嬉しかった面もあったけど、まあ一緒かどうかって言われたら一緒でしたねまあ最初から説明してもらうと、まあ視聴者さんにリプで教えてもらったんですよね。はいはいはい、で、夜中のこれ1時ぐらいで、もう特に解散してたんやけど、今深夜4時ぐらいに撮ってるんですけど、はい、まあ5時か、もう朝5時なんですけど。え、5時も？朝5時っす。えげつないですね。はい。で、まあ、正直言って、はい、最初は、ちょっとね、無意識に。まあなんかおっぱい関数討論会っていうちょっといやらしさ、いやらしさね。まあちょっと意のままにね、そうツイートしてしまったんですけど、でツイートした5秒後に気づいて、そういえば俺らトリビアのタレとかめっちゃやってるめっちゃやっ
ことになっちゃうやってんなって。いやそりゃそうよ、本コアのパクリやから。本コアのパクリ、日本語で、あの行く年来る年、行く年来る年、行く年来る年、あの、はい、大学生と一緒、大学生と一緒、あの NHK 番組、お母さんと一緒のファミリー番組をだって、まあよくよく考えたら、はい、まあ人のことは全く言えねえねっていう結論に、まあ、達してしまって、はいはい、今はもうね、どうぞどうぞって感じで、うん、まあでも嬉しいことじゃないですか。我々がやった企画でテレビでもね盛り上がるっていうのは、まあ、光栄よね。光栄でしかない。よくよく考えたら普通に考えたら光栄よ。てかいつの間にか調子乗ってたわ自分が。いやなんかほんまにだからそうで、その番組にですね出演してた人たち、はいはいはい、ゲストの方がですね、はい、なんとこれ過去3年前の大会にもう出場してた方なんですよね。それもう確定済み、確定なんですよ。そう、俺たちの選手権に応募してくれた人がそのままその自分で作った関数を番組でも使ってるってことなんで、僕たちはっきり言って文句言えないんですよね。いずれも僕たちの卒業生です。卒業生っていう認識だよ。そう、卒業生だったんで、その逆に言ったら自分たちの大会から羽ばたいた弟子が、弟子とかじゃないな、弟子じゃないな、羽ばたいた、その、何違う舞台で活躍してるって捉えたら、俺たち何の言う権利もない。じゃあ、一旦入学してるんやね、彼ら。一旦入学してるんや。はい。で、今回の番組に出演してた、はい、あの人たちがですね、はい、まあ、一応、花尾伝言さんに許可取っといた方がいいんじゃないですかって番組の方に、まあ、言ってくれてたんですよね。でも、必死に検索したんですよね、メールを。でも DM とか、はい、Gmail とかね、はい、でまあ Zoom からとかもですね、特にそういうこう番組で使ってもいいですかみたいなことはまあなかったんですけど、まあまあなかったと、うん、まあ、そこはまあまあそれ、それに関してちなみにどう思ってるんですか。それ一言書けろよ。まあでも、まあ、でもその俺らでちょっともう一度やりたいですけどね、その大会開いた時にそいつ来るのかちょっと気になるっていうのもあるけどね。ぜひね、逆に一緒になんかするとか、あ、なんか逆に一緒におっぱい関数の企画ね、大型でやりたいよね。確かにほんまにね、呼ばれたらめっちゃ嬉しかったけどね。嬉しい、そのなんかね、審査員で呼ばれたら嬉しかった。嬉しい嬉しい、それはほんま呼んでくださいよ。呼んでください。だってさ、もう言いたいのはテレビに出た時間、うん、関さんの方が長いねん。まあそんな感じでね、まあテレビと YouTube てか、まあ YouTuber 同士でもですけど、はい、まあもうビッグバネとディスビッグバネとの議論っていうのはね、もうね、不毛なやっぱ議論なので、間違いない。まあ我々もよくよく考えたらね、まあいちいちこう波風立てる必要ないと思ってますので、まあこれはもう致し方ないと。いや本当そうです。まあ逆におっぱい関数がより世間に広まってくれていいことだなと思っておりますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、今日はですねこんな感じで終わります。さよならー。はーい。